に。ここはイスラエルという国のベツレヘムという町。12月25日の今日、この町では奇跡が起ころうとしていました。どれどれ立ってるわ。あのなんかボロい声で梅っていうの。すげえね。もういいわ。もうでもあの声でもいいわ。耐えられないから、うんちゃんもうこれこれこれ。もう痛い。もうちょっとどいて、どけ。キャサリンちゃん、めっちゃ良かったよ。もうなんか全部オプションオッケーしてくれてね。とにかくあの子は一番良かった。パリオンだから。もう言うことないんよ。あの子が言ってるやん前から。なんでおらへんねんよ。まあええわ。じゃあもう他の子出して、他の子誰と思う。いや、2つついてんのはちょっと面倒くさい。あれ、あれ他におらへんの。でも金髪がいいね。とにかくもう俺金髪がするから。あのもう観察室の表紙みたいなのがええねん。ちょっと言う。それええやん。それええがな。早言いやん。イタリアでええやん。ええやん。ローレーヌ、ちょっと助けて。ヘルプミー、ヘルプミー。ちょっと待ってね。どんどんどん。来客来たら。ちょっと分かってんじゃん。どんどん。行きなさいよ。どんどん。何やねんだ、もうこんな時間に。どんどん。何？馬だ。NHK とか見てないから。NHK とか新聞とかもばっかりだな。もうええとこやったの。ひどいわ。でもここにちょっと入れてもらわないとどうしようもないわ。マジ、ごめん。お待たせ。だからさっきのロレンちゃんお願いする。どれぐらい ?30 分ぐらい。ええ。で、あの、ケータンは、はい、大体キャサリンちゃんと同じぐらい。はい。でね、あの、領収書欲しいの。あの、カタカナでね、ディープインパクトって書いてある。ディープインパクト。で、前カフェやから。そうそう。はい。頼むよ。はい。あの、品代でいいから。はい。引き付け抜いといてね。はい。ありがとう。待ってるよ。ちょっと、ディープインパクトさん。インパクトさん。何やねん。ちょっと聞いてほしいの。何や。いいの。いいこと。聞いてほしいやろ。何やねん。金髪好きなの。好きだ。私もね、金髪よ。ちょっと待って、もう一回言って。私もね、
金髪ちょっと話が違ってくるな。ちょっと見せて。ほら、ほら、綺麗な金髪よ。はよ言うや、はよ言うや。入れ入れ、なんや、はよ言うや。金髪でよかった。上は金髪を確認したけども、金髪よ。下は金髪なんかな。上はいくらでも金髪にできるんだけど、下が難しいんだよな。下がいかに金髪にできるかっていう。下って下？下は下よ。上じゃないやろ。ほんとエロい馬だわ。馬はエロいねん。エロい馬だわ。馬はエロい。逆も真なりや。見せろや。下が金か。見たいねん。そんな猫。そんなね、初めて会った馬にね、下が金髪かどうかなんか見せられませんよ。あの下が勝手に来たんやろ。そう言われて弱いわ。そう言われて弱いわ。俺が電話してる時に見せればいいの。見せればいいのね。見せればいいのね。見せればいいのね。ちょっと近寄らないでよ。じゃあどこで見てるの。こっちで見てる。ちょっとほんまにもうちょっと勘弁してよ。